ずいぶん慣れ慣れしいんだな。この私を試すか。誰だ。あ、すまん、お前だったか。はい、どうも、アイメロンです。エキトスエクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。本日から新イベント追憶歌方のサマーメモリーがスタートしました。新イベントのピックアップは黒百合となっております。では早速見ていきましょう。はい、これ制服なんですかね。てっきり、和服っぽい、あれで来ると思ったんですけど。うん、まあ、露出度高めの制服って感じですね。はい。で、性能が、歌方の追憶、それより、貴族戦の武器が、槍で中衛となっております。リーダースキルが、糸夏の影楼。レベル1で、貴族性投資のスキル1の CT を 15% 短縮、貴族性投資の連撃率 2% 上昇、親愛度マックスで、スキル1の CT を 30% 短縮、連撃率 5% 上昇となっておりますと。スキルが、1つ目、樹国印。自身の HP を最大値の 20% 消費する。30秒間敵一体に威力 5% の火属性の絶傷効果を付与する。二つ目、瞬身の小村。自身の HP を最大値の 10% 消費する。60秒間自身の行動間隔を 30% 短縮する。三つ目、連殺の小村。自身の HP を最大値の 10% 消費する。60秒間自身の連撃率を 25% 上昇する。エクストラバーストが、教授、豪華滅却、すべての敵に威力 100% の火属性攻撃を5回行う、特性4段目の 10% を吸収する、追加効果で EP プラス500、2回転以降で20秒間パーティーの行動間隔を 15% 短縮する。となっておりますと。リーダースキルからじゃあ見ていきますか。リーダースキルが、スキル1の CT 短縮、貴族性投資のですね。まあ、連撃率 5% をおまけでついてくるって感じですね。で、スキル1の CT を短縮すると、この樹国印ですね。まあ、こちら、裂傷効果が付与されるんですが、まあ、元の CT が50秒なんですが、まあ、30% 短縮で、35秒になるのかな。35秒、CT35 秒で、まあ、効果時間30秒間ってことなんで、まあ、かなりの長い時間、裂傷効果を付与することができると。はい。で、まあ、火属性の裂傷としては、今回の黒百合が初ですかね。うん。まあ、同じように、スキル1で、スキル1かちょっと覚えてないですけど、まあ、通常スキルで裂傷効果付与できるのが、まあ、劉備、光属性の劉備とか、まあ、あとはパティシエ忖度ですかね、闇属性だと。まあ、そこら辺と、まあ、威力は一緒ですね。みんな同じ 5% で。はい。まあ、交換時間とかは、これはパティシエ忖度と全く一緒ですね。うん、30秒間 5% の劣勢と、うん。いったとこで。で、スキル2、3は、これは、あれですね。ちょっと前に出たバニーガールの曲。あれと、全く、性能は一緒ですね。効果は、まあ、呂布と一緒で。で、呂布の方は、確かダメージの回数で、まあ、バフ切れちゃうけど、今回の来るよりは、まあ、HP 最大値の、まあ、10% を消費することによって、まあ、スキルを使うことができると。うん、まあ、そこは樹国印も一緒ですね。樹国印の場合は、最大値の 20% 消費するということなんで。うん。だから、まあ、スキル一周回っただけで HP 40% も使ってしまうんで、うん。まあ、かなり、まあ、自傷行為のキャラは今までも何人かいましたけど、まあ、その中でも
特に一番じゃないかな、 40% が、一番消費するキャラかなと思いますね。はい。なんでこの HP 消費するキャラって、この消費する分の体力 HP が残ってないと、そのスキル SP が足りていたとしても使えないんで、かなり HP の管理が重要になってくるキャラかなと思いますね。ただメインパーティーで使ってれば、このエクストラバースの特性で 10% の吸収がついてくるんで、まあ威力 500% の 10% 吸収なんで、まあ一回使えば、前回まで間違いなく回復するだろうってところなんですが、まあ HP 減ってきたらエクストラバースを使って、まあ常にね、高い HP を維持して、まあスキルを最短で回していけるかどうかが、まあ黒寄りのポテンシャルを最大限発揮する鍵になるかなと思いますね。はい。なんでメインパーティーでの運用はまあそこまで難しそうではなさそうなんですが、問題はね、サブパーティーで使った時ですよね。ダメランとかで、サブパーティーに、まあ適当にポンって配置したとしても、まあ結局、ずっと放置してるとどんどん HP 削られていっちゃうんで、ダメージ食らわなくても。まあ、そこを、まあ回復できる、回復力の強い光栄とかを配置してあげないと、まあ、せっかくのこのポテンシャルを発揮できなくなってしまうのかなと。まあ、結局ダメランってトータル3分間の間にどれだけダメージを出せるかっていうのが勝負なんで、まあ、いかに強力なスキルを持っていたとしてもそれを使えなければ意味がないんで、まあ、ちょっと癖のあるキャラというか、サブで使うにはちょっと難しいキャラかなと思いますね。まあそんなとこですかね。はい。まあ満を持しての黒寄り登場だったんですが、まあスキルもエクストラバーストも、まあそこまでぶっ壊れの性能ではないかなと。てか前のキャラの持ってたスキルのなんか詰め合わせというか、組み合わせた感じって感じですね。で、本当にちょっと前のバニーガール玉と、すごい似てますね。ヒル23とエクストラバーストの感じがすごい似てますね。まあ、ただ、バニーガルの玉は、エクストラバーストは自身の、4段目かな ?4 段目上げるんですけど、まあ、黒寄りの場合は2回目以降にはなってしまうんですが、まあ、行動間隔短縮があるんで、まあ、若干黒寄りの方がパーティーへの貢献度が高いかなと。あちら玉は、結構自分自身に和風をかけて強く火力を出すってスタイルなんですが、まあ、黒寄りは少しパーティーへの、まあ、貢献度寄りなキャラなのかなと思いますね。で、敏捷性も138でかなり高めになってるんで、まあ、しっかり行動間隔短縮がついていれば、かなりの DPS 出せるんじゃないかなと思います。で、まあ、このリーダースキル、使うにあたって、じゃあ誰と相性がいいかってとこなんですが、あんまり中衛でめちゃくちゃ相性いいってキャラが、見当たらなかったんですよね。まあ、なんで、まあ、リーダースキルの相性で見るよりは、まあ、劣勝運命など結果に過ぎと相性のいいキャラを一緒に組む方がいいかもしれないですね。まあ、劣勝の相性のいいキャラっていうと、どんな困難も当主様と共にいれば乗り越えていけるような気がします。まあ、スキルの手数が多いキャラになってくるんですけど、まあ、そういう観点でいくと、まあ、圧倒的に相性がいいのが、まあ、この闘技場の舞姫カウン、僕はアラビアンカウンと呼んでるんですけど、アラビアンカウンは相性いいですね。スキル23が6回攻撃 でさらにエクストラバーストも8回攻撃なんで、とても、劣勝と相性がいいと。ただ、クレーはリーダースキルとの相性がちょっと良くないんですよね。スキル1の CT 短縮なんですけど、アラビアンカウンの場合は、CT60 秒に対して、効果時間60秒間のバフなんで、まあ、CT 短縮したところで、全く恩恵は得られませんと。で、同様に、義経も、
基本バフが切れることってほぼないんで、まあ恩恵はまず受けれませんってことですかね。恩恵ありそうなのが、まあ転移とか、もしくはソースあたりですかね。呂布も若干ですかね。CT45 秒に対して40秒間のバフなんで、まあ気持ち、恩恵受けれなくはないかな程度ですかね。ってな感じなんで、ちょっとリーダースキル、誰発動させるかはちょっと迷いますね。クルーリの列車に重きを置くのであれば、まあ、クルーリのリーダースキル発動させるのは全然ありかと思うんですが、まあ、アラビアンカーンいるのであれば、まあ、こっちのリーダースキル発動させた方が無難じゃないかなと思いますね。はい。まあ、ただね、こっちのリーダースキル発動させると、まあ、今度クルーリとの相性があまり良くないんですよね。クルーリは完全に EB でダメージを出すというよりは、まあ、通常攻撃で、行動間隔短縮と連撃率を上げて、まあ、ポコスか殴るっていうスタイルなんで、まあ、ちょっと恩恵を受けれる度合いは少ないかなというところなんで、まあ、なかなか悩ましいところではありますね。そう、クルーリのリータースキルね、中衛はあまり相性いいキャラいないんですけど、前衛は完全に弁慶ですね。弁慶との相性めちゃくちゃいいですね。弁慶はこの行動間隔短縮なんですよ、コミのスキルが。なんで、これが 30% 短縮になると、18で、42秒か。1.42 秒で25秒間、行動間隔 20% 短縮してくれるようになるんで、まあ、かなりパーティーの火力の底上げにつながるかなと、いったところですね。まあ、時点で、野球ですかね。野球も、まあ、効果時間は、弁慶ほどはないんですが、まあ、こちらも行動間隔短縮してくれるんで、まあ、クルーリーとのリーダースキルの相性は、まあ、良さげかなって思いますね。はい。この私を試すか？まあ、そんな感じですかね。はい。じゃ回していきたいんですけど、まあ、なぜか、1.2% ではなくて 1% でちょっと渋くなっておりますと。で、まあ、微妙に闇ガチャとなっていて、混ぜ込まれてるのが、パティシエ孫作と、セーラー服シオンですね。こちらが 0.8% ずつ入ってるということで、なかなか厳しいガチャですね、今回も。なんでこの二人が混ぜ込まれてるのかちょっとよくわかんないですけど、今回のイベントになんか関係あるんですかね。まあ、ただね、この二人、まあ、現環境でもトップクラスの性能なんで、まあ、そういう意味では、まあ、引けたら引けたで、まあ、嬉しいんですけど、まあ、とはいえ、それでクルーリの確率ちょっと下がってるのは、いただけないですよね。はい。で、今回は、これがあるんですよね。10回目、確定枠の確率10倍。しかも、10% じゃなくて 12% なんですよね。いやー、これ、前回はね、うまいこと、これやった時してたんですけどね。どれだったかちょっと覚えてないですけど。いやー、1% が 12% になるってなったらちょっと引きたくなっちゃいますよね。流玉2万個あるんで、これ2回引いたら5000円で。まあ、持ち分だと120連までいけるのかな。まあ、絶対そこまでいってほしくないんですけど。なんで今回はちょっとこの確定、この高級ガチャ久々にやりたいと思います。うまいことね、これの 12% 引ければ、そこで終われるんで楽なんですけど。いけないんですよね、なかなかこの 12% が。まあでもじゃあやっていきますか。はい。1回目。GO! おい、一発で引いて、お願い。いやー、ローリング入ってなーい。12% ってね、某馬のゲームなら簡単に引けるんですけどね。もう、最低保証。見事 88% を引いてしまったってことですね。誰だ？義経。
化け扱いすなや。あ、もう完成してるの。あ、じゃあこれで完成か。さあ、一発目外した。なんなら、昨日なんて失敗率 1% の練習失敗しましたからね。簡単に弾けるんですよね。ほんと 3% とか 1% あのゲームだと。ただガチャだと弾けない不思議。いや、なかったー。いやー、これで竜5000個か。人生を尽くして天命を待つ。痛すぎる。はい。自力ではじゃあ弾けてなかったってことですね。誰だ？はい。各分。さあ、じゃあ普通のガチャ回していきますか。はい。これで30連目になるのかな。はい。とはいえ、今のところ確定枠でしか出てないんで、ちょっと自力で引きたいですね。あれ？なんか今、なんか気持ち、長かったよな。長かった。人事を尽くして長くなかったですか？え、長くない？長くない？長かったよね。ひてら。だよね。よっしゃ、あくんねー。運だけはよろしいのですね。普通に 1% の方で消えた。ってわけやらなくてよかった。黒百合と名乗っております。名前の通り、希少な虚ろの闘志に過ぎませんわ。こんな声だった。はい、まあ、30連で、まあ、なんとか引けましたね。まあ、とはいえ、優勝2回も引いちゃったんで、まあ、結構、流玉は持ってかれたんですが、はい、まあ、うん、ここのとこちょっと天井、もしくは天井間際みたいなのがついてたんで、はい、まあ、全然、ありがたいです。はい。コーヒーでも飲むか？よければ入れてやる。じゃあ、あ、前回のイベントの振り返りとかってあるのかな？あ、一応見れる。ダメランだけ。ダメランないな。16位。ダメージが、1384万ウンジャラですね。はい。ちょっと今回は、うん。ま、手抜いちゃいましたね。あんまり、がっつりやり込めなかったです。レベルも、そっか。今回あれなんですよね。ストーリー。メインストーリーの方を実装されて、それのクリア前に、あ、クリア前ではないか。一応、孔明と芝居が上がってるから、クリアした後ではやったけど、育成する前にやったやつですかね。はい。うん、なんか全員レベルやら試合で上げるのが、まあ、大変だったんで、うん、ほとんど上げずに、やっちゃったんで、まあ、そこまで伸びなかったですね。はい。上の人は？すごいですね。範囲でな感じで。うん、まあ、今回はね、ちょっと、残念ながら、ランキング10位内に入れなかったんですが、まあ、別に10位内に入る意味はないんですが、まあ、一応目標ということで。うん、まあ、今回ダメ、で、今回、前回ダメだったんですけど、まあ、今回はね、非属性ってことで、うん。久しぶりじゃないですかね、非属性のダメラン。なんか、結構長い間非属性来てなかったイメージですけど。はい。なんで、まあ、ちょっと、まあ、前回のリベンジということで、今回こそ、10位内、10位内というかもう一桁目指して、はい、頑張っていきたいと思います。お前と一緒だと、不思議と安心する。はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回。バイ。